ちょっとしたイラマっていうシーンは、うん、ちょっとしたイラマちょっとイラマしてセックスするそう、ちょっとイラマしてなんかもうあのおまんの近くに入れたいですってメイミって言ってくれたら入れてあげるよ。始まりました出張トリスハート放送局。こちらは毎週土曜日の深夜にラジオ関西で放送しているトイズハート放送局の YouTube 特別番組です。はい、特別ゲストでこんな豪華なお三方が来てくれております、はい、セクシー女優サミット AV 撮影の舞台裏はもちろん普段はあまり語ることのない私生活までちょっと気になるあんな話こんな話を伺っていきます、はい、続いてのテーマはこちらです、はい、過酷だった撮影。これ聞いてみたい。お願いします。はい、実はですね、これ A 川さんと竹内さんが同じものを回答してくださったのでこちらを、ね、紹介したいと思います。こちらです。どうぞ。イランマチオ。あ、言った。いや、はい、いや、いや、いや、イランマチオはスッと言うぜ。おちんちんはあんまりスッと言う。イランマチオはスッと言う。だから A 川さんと竹内さんが、はい、まあ、イランマチオということなんですけれども、やっぱ苦しさが大変でしょうか。苦しいですね。根本まず苦しい。間違いない。なんかもうおえってなる絵を撮るじゃないですか。そうか。あれはなんかおえってなる絵がまあ一番の監督が撮りたいところではある。やっぱおえってなってないとイラマチオの作品にならないんですよ。で、私がなんで嫌になったかっていうと、なんかこうワンシーンだけとかじゃなくて、はい、一日中イラマチオをしなきゃいけない作品だったんですよ。だから例えばセックスをしててもずっと誰か、例えばこう 3B みたいな感じで誰かしらがもうイラマチオの人がいるみたいな感じなんですよ。ずっと入ってる。常時何をやっていてもイラマチオをしなきゃいけないっていう一日中、はいはい、っていう作品だったので余計に多分おえおえなりすぎてなんかもう疲れちゃって、なんかおえおえなんか。わかるわかる。その時自分やったらもう短いから喉元に行かなかったから。ありがたい、ありがたい。ちょっと悲しい。あれ、ここまでですか。グーってやってもここまで全然下までしか入ってませんけど。絵付きの絵が撮れない。絵付けない。監督、絵付けません、この人。帰れよ。竹内さんもそうですか。いや、もう本当全く同じ感じで、うん、やっぱこうおえってなるのがやっぱ辛いなっていうのと、あと私も全く一緒でこう一日中撮るやつが一番過酷だったなって思うんですけど、一、うん、日中ってことは本当に何時から何時まで。だいたい8時ぐらいから、早くって、まあでも基本的に9時10時ぐらいで夜の。そうですね、めっちゃ遅かったね。そうでも、いや、まあ私はその時11時くらいかな。12時は行かなかったです。12時行かないぐらいだったけど、でも実際多分シーン始まってるのは多分メイクしてとかで、まあ10時とかぐらいから多分シーン的に始まってると思うんですけど、いやでも多分12時間ぐらいですよね、そう考えたら。夜ご飯食べれなくない。そうで、ご飯を食べちゃうと吐いちゃうから。そうか、食べれなくて。そうか。そのもうだから一日中スープを飲むか、ウイダーを飲むか食べるかみたいな生活だから、お腹空いてるから余計にイライラしちゃって。分かる。そうですよね。体力もなくなっていくし。うわー、それは確かに。そうなんですよ。イラマチオの作品ってどれぐらいの需要があるのかっていうところなんですよね。だけの作品っていうのは本当に性癖が、そうだね、苦しんでる姿がっていうのかもしれないですけど、私でもその普通のセックスの中のちょっとしたイラマっていうシーンは、ちょっとしたイラマ、ちょっとイラマしてセックスする。そう、ちょっとしたイラマでもありますよね。絶対なんかワンコーナーな感じでね、ちょいイラマ入れてくれるありますよね。で、なんかこうね、ちょっと襲われちゃう系で、おいおいみたいな、奥までちゃんとしゃぶってくんないといけねえぞみたいなところのシーンでわーってなるんですけど、私そういう時のイラマはちょっとうってなって、自分が涙目になってるのを、あ、今ちょっと私涙目になっていい感じにやられてるっていうので興奮するとか。そういうことね。そういう風にこう転換できることもできる。そのぐらいだったら楽しめるんですけど、セルフイラマとかやりますし。あ、そう。自分で奥までグッて加えて、よだれいっぱい出そうっていう時。ああ、でも確かにそれ撮りたいですもんね。そうそう、それはあるんですけど、やっぱこう強制的にずっとイラマはちょっとこっちに集中させてってなる。こう、口出し。そうだね、前から後ろからね。あ、前から、あ、あるよね、前から。あれ、確かに。どうですか、ネオさんはイラマはどうですか。イラマ
マの経験がそんなに、本当に、そんなイラマものっていうの撮ったことなくて、そのちょっとしたイラマのね、ちょっとしたイラマ、ちょっとしたイラマあるんですよね。ちょっとしたイラマだったら全然耐えられるし、むしろなんかあのいい感じに調節できる。でもさ、俺もちろん自分はそのやったことはないんですけど、あれこうやっぱ怖いじゃないですか。やっぱこう喉やし、あれはやっぱり限界来たらやっぱタップするんですか。私やる。あの、ももこうやって切って。あ、もうダメだよっていう時。うん、ね、でも そのサインで第2サブやめるというか。まあそうですね。なんですけど、私のその撮影の時はなんか監督さんが本当にド S の人すぎて、なんかもうド S の男優さんしか呼ばないみたいな感じだったんですよ。だから状況が最悪すぎて、何ももう終わらないしみたいな。だからもう毎シーン毎シーンやるために次のシーンで絶対にこのチンコ噛みちぎってやるって思ってたんですよ。だからやっぱ私 M じゃないんだってそれで初めて気づいて。そうですよね。絶対無理だって思って。なるほどね。でもさすがにちゃんと、ね、もちろん噛みちぎってないですけど、もちろん分かってます。戦いでしたもん、多分。でも行くとの戦い、あ、だからそのなんだろう、ちょっと M 寄りな気質の子の方がやっぱり好きだったり向いたりすると思うんで、うん、そこは性癖が出るなって思いました。そっか、はい、まあ、M の人はちょっと楽しめたりもするんですけれども、そうなんで、竹内さんはじゃ M のところもあるんですか。私基本 M だと思います。あ、そうなんや。 M だけど、なんですかその疑いの、なんか同じなんでさ、もっとそうなんだとか言っちゃう。いや、なんか本当かな。なんかちょっと今自己プロデュースに使ってないから。ちょっとグッと疑、すいません、疑いの目を申し訳ない。でも基本的にでも攻めるのは好きですよ。その、でもそのイメージがちょっとあるからっていう。M の本当にド M な男優さんとかがいると攻めて困らせてこうあげたいんだけども、うん、基本的に M じゃない。何も S の人、うん、S すぎる人に責められるとちょっとムカつく時はあるけど、うん、なんて言ったらいいかな、なんて言ったらいいかな、どっちもできる人がいいです。あ、なるほど、どっちの気持ちも分かる。そう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 。でもさんはどちらですか、その M か S か。 M、まあ、言うとどっちの本来のどっちタイプかな、いろんな作品があると思うんですけど、なんかデビューする前は M だと思ってたんですけど、される方が好きだし、イチャイチャしたいし、でもデビューしてなんか地上ものとかやったりして、なんかあのいじめたりとかするとちょっと楽しいなって。あ、そこも変化するんだ。なるほどね。可愛い顔のロリの人ほどド S ですよ。そんなことない。そんなことない。でもいじめられたいし。なんか M みたい、 M そうですね。多分そう、多分そうなんか、え、ちょっと一つだけ、ちょっと一つだけいいですか、はい、あの、エーカーさんがもし、地上るならどういうことを言いますか。あ、言うことは、何かが知る男優と言いまして、そうそう、お前ちょっとこっち、お前多分知る男優から格上げされたという設定でいいですか。知る男優からどんな感じで攻めるのかな。じゃあお願いします。お願いします。ずっとさ、私のあそこに入れたかったんでしょ。はい、入れたいですってメイミって言ってくれたら入れてあげるよ。入れたいです。よくできました。素晴らしい。じゃあ全部カットでお願いします。しぶかったな今の。すごい良かったです。しぶかった。竹内さんありがとうございます。竹内さんありがとうございます。いいパスを。すいません。ガチな方で見てた。こんなことやってる場合じゃないんですよ。深掘りなんですよ。ごめんなさい、楽しんじゃいました。何をやってるんですか。すいません。一方でネオさん、過酷だった撮影、これは蚊に刺されたっていうのがあるんですけど。いや、なんか夏場で、なんかちょっと汚いガレージみたいな場所で、犯されまくる女子高生みたいな、時に、そのね、ちょっと半外みたいな感じで、蚊がすごくて、ああいう時やっぱこう蚊取り線香とかやってくれないですかね。やってくれてはいるんですけど、それでも足りない。追いつかない。追いつかない。はい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 。それはもう結構さ、直でさ、肌とかに映っちゃうからよくないですよね。確かに。そう、でもあっちこっちでチューチューされてた。映ってるってこと、蚊が。いや、映ってるかもしれない。赤くなっちゃうからね。そう、赤くなるから、やっぱよくないっすよね、それは。その時なんか、本当になんかもう、あの、おまんの近くに。おまんの近くに。そう、刺されてて。おまんの近くに刺されて。刺されてて。ちょっと、痒くなるしね。痒かったですね。なんかちょっと擦れるたびに、めっちゃ気持ちいい。
や、蚊の相乗効果です。蚊の相乗効果で気持ちよくなっちゃって。助けられてるね。助けられてるね。もっとそこそこそこって言うんだよ。いい撮影になったって言っちゃう。違うんですよ。面白い。すごいですね。竹内さんは家具の撮影、まあ、いくつか挙げられていて、在宅オナニーが過酷だったっていう。そうですね、これはあのいわゆる作品で、うん、まあ、一応なんていうのかな、もうおうち時間があったじゃないですか、はい、あの時間に撮影があんまり撮れなかったので、はい、監督さんがカメラを渡して、うん、実際に本当に住んでるお家で、はい、オナニーを1ヶ月間撮り続けてくださいっていう企画があったんですね。なので本当に実際スタジオとかでも何でもなく、自分の家で自分のお家でカメラを設置して、あのファンからいただいたリクエストでこういうオナニーをしてくださいをやり続けるっていう企画があったんです。すごいね。いや大変だね。30日毎日。そうですね、なんで多分尺で言ったら多分はもう半端じゃない、ディスク3枚分くらいの収録時間になってたんじゃないかな。だから1回につき何分くらいですか大体。いや、あの朝とか本当にちょっとしたオナニーとかは本当数分なんですけど、はい、なんかこう例えばですけど、こう配達員が来るまでの、はい、あのウーバーイーツとかで注文して来るまで玄関で、はいはい、するみたいなやつは、もうずっとその来るまで、配達さんがピンポンするまでやり続けたりとか、時間とあと内容と、あと私ワンちゃん飼ってたので、こうワンちゃんとかがいるそばでずっと撮るのが精神的にきつかった。ちょっときつい、確かにね。それきついよね。ちょっときつかったですね、あれは。それだってワンちゃんもさ、ちょっとなんかたまにね、映ってきちゃって。そうだね。撮り直ししたりして。撮り直ししたりとかしてね。それが大変です。こう、またにこう、こう来たりもしますしね。来ちゃうんですよ、何してんの、何してんのってなるよね。遊んでんのかなって、こう、来ますからね。それが大変でしたね。普段はどうでしょう、一人でやることとかありますか。え、しますよね。どうですか。え、普段します。普段は、おもちゃに。おもちゃ。それは妄想か、それとも、おかずは。ここです。あの、基本ここですね。あ、そう。ここになる材料を求めて、うんうん、同人誌の漫画を読むことはあります。なんか鉄板おかずとかあるんですか、やっぱその自分の鉄板ストーリーっていうか。あ、ごめんなさいですね。ごめんなさい。はい。ちょっと全然がない。いいテーマですね。ごめんなさい。自分がごめんなさい側ってこと？エッチな女でごめんなさいが好きです。ああ、そういうことね。いや、ちょっと分かんない分かんない。すごい両サイドなの。なるほどね。じゃないんですよ。もう説明が足りなすぎますよ。エッチな女でごめんなさい。あ、そっちね。さすがですね。さすがって分かる。どういうことなんか一個も分からんのよ。エッチなのでごめんなさいって男に対して怒られて、なんか何やってんの、まあ、お前って言われて。そうですね、うん、なんかこういう例えばですけど、はい、こんなところでだったりとか、はい、関係性的にやっちゃいけないような二人の組み合わせの時に、はい、なんか自分からこんなこと言って本当は気持ちよくなってんだろっていう状況で、うん、なんかいや本当はしたくなかったのに、でもなんでこんな濡れてんじゃんって言って、はい濡れてますみたいな。いやなるほどね。でちゃんと謝れ、エッチな女だごめんなさいっていうのをあのうつ伏せの状態でオナニーしながら。そこまで言ってやっとかったんですよ。エッチな女ごめん、最後やっとかったあ、そういうことですね。そういうことです。え、分かりましたよね。うん、いや、まあ、なんとなくね、ほら。あ、そうなんや。そこはやっぱ興奮できる、映画さんも。いや、私はそれではあんまり妄想しないかもしれない。妄想でおかず的には、あ、でも妄想でが結構おかずになることが私も多いんですけど、はい、でもあの多分 M だよね、だから M、うん、M だと思う。そう、というよりもどっちかっていうとなんか気持ちよかったセックスを思い出してみたいな感じが結構過去映像というか、はい、過去映像みたいな感じですもん。なるほどなるほどなるほど。りょうさんはどうですか、おかずというか。私そもそもあんまりしないね。一人ではしない。そうなの、うん、そういう人もいるでしょうね、うんうん、でもするときはまあ妄想、うん、妄想が多い。やっぱそうか、映像的には実際に見たりとかっていうのはあんまりないですね。そうですね、まあ、同人誌か、うん、同人誌が一番エロいな。確かに同人誌俺も読んじゃいますもんね、うん、エロ漫画ってなんであんな興奮するんですかね。わかんないです。何系ですか。私は基本的に人妻の人妻の、はい、お家に遊びに来た、はい、遊びに来た、はい、旦那の旦那の、まあ、上司が、まあ、ちょっと寝取られじゃないですか。寝取られですね。明るいよね。めちゃめちゃ喜んで
さあ、続いてのテーマいきますか。はい、では続いてのテーマ、ドン。人生最大の修羅場。うわっ、おー、ね、これは確かに聞いてみたい、うん、修羅場いろいろ経験されているかと思いますけれども、はい、では早速まずはこちらですか。はい、まずはこちらです。ドン、うん、セフレの家で。セフレの家、うん、はい、これ A 重ねたらどうしよういきますよ、これ誰です。あはい、どうぞどうぞ。よかったですね。とんでもございません。俺も悔しいです、竹内さんのセフレ。竹内さん、セフレいるんですか？いや、いないんですよ。あ、まあ、いた時もあったってことですか？なんかね、昔すごい遊んでて、はい、女優業やってからすごいおとなしくなっちゃって、全然遊んでないんですよ。まあ、確かにね、まあ、お仕事っていうのもあるし。そうそうそう、なんか別にもう撮影の方が気持ちいいしなって思っちゃったんで、あとやっぱなんかこう、いっぱい遊んでる人ってなんか体汚くなりそうって最近気づいて。これぶっちゃけ、うん、やっぱ男優経験しちゃうとやっぱ一般の人ちょっと物足りないなって思う時ってあるんですか？ありますね。私はありますね。私はあります、はい、え、皆さんはどうですか？一般の人とそこまでしたくないというか、あの、性病検査してほしい。あ、分かった。なるほど、リアルですね。なるほど、本当にそういうこと。要はその男優さんとかちゃんとしてるから、うん、そこは安心できるかなってことですよね。そうですよね、英華さんどうですか？そうなんですよね、病気がやっぱり、ね、お仕事に直結しちゃうので、うん、そこがカッと考えちゃうんですよね、はい、なんですって。ちょっとこのちゃんと持ってきます検査結果を。全然やる必要ないですけど、結果だけね。結果だけ、結果だけ。一緒ですね。一緒ラジオやってくれないかもしれない。で、そのセフレの家で何年ぐらい前？え、これもう18、9とかじゃないですか？まだ本当高校卒業とか高校大学中ぐらいの話かな。その修羅場っていうことは、まあ男、彼女が来たけど。そういうことです。まさにそれで、あのお互いその時、今だからぶっちゃけますけど、うん、彼女がいて彼氏がいての状態で、もう本当に割り切った関係で、はい、あの18区でも割り切った、はい、割り切った関係で、あのお互い一人暮らしだったので、あ、まあその、あ、なんだろう、夜寂しい時はみたいな感じでいたんですけど、はい、余裕の童貞ですよ、18区なんて俺そう、それで、はい、なんかあの結構まだ寂しがり屋というか、はい、まだ18なんて、うん、あの子供なんで、はい、結構そういう情で、うん、なんだろうな、お家遊びたいとかしょっちゅうしてたんですけど、うん、あの彼女さんが結構その年上の彼女さんだったらしくて、はいはいはい、もうあの結構お家に遊びに来たりとか、うん、なんていうのかな、こう大人な感じでお世話をしてくれてるような、うん、相手は同級生ですか？1個上です。1個上ですね。そうそう、それよりもさらに上と、はい、かなり上のお姉さんで、うん、でなんかこうお家のことが全部綺麗にされてるわけですよ、はいはいはい、女がいるなっていうお家だったんですけど、はいはいはい、まあ、ありがたくそのお家を使わせていただいてたわけですよ。たまんないね、たまんないよ。そう、いや、だその時本当に悪い女だったんですけど、はいはい、それで ある日あの先にこうバイト終わったら帰る、うん、で私はまだその日時間があったので、はい、鍵をもう預かって、はい、あの先行っててって言われて、帰ってた。そう、うん、あ、分かりましたってことで、はい、お家に遊びってガチャって開けて、はい、開けた、パッて開けたらなんかもうあれ、なんかちょっと違うと思って、なんか存在が、そう、なんか存在があって、はい、あれ、もう帰ってる、うん、おうおうと思って入ったら、そこにあのもうラップのしてある作り置きのご飯が用意されてたんです。なるほど、そう、だからえっ、と、え、待って、この家にもしかして今いるかもしれないと思って、うんうん、めちゃくちゃもう急に冷や汗で、うん、と思って、家自体は、はい、ワンルームとかそのマンションですか？そうですね、マンション、アパートで、アパートよね、もうほんと 1K みたいな感じで、ってことはなかなか逃げる場もないもんね。だからもうもしかしたら本当にどっかにいるかもしれないと思って、はい、本当に焦ったんですけど、はいはい、でももうセックスしたいしなと思ってとりあえず入ってさらっと、さらっと大事なこと、そう、それで入っているかキルクル見たら、あのいなかったんですよ。ほんと多分出た直後ぐらいで、まだあったかかったので、あったかかった、これはと思って、まだ近くにいるって言いますね。まだあったかいと思って、はい、うわーっと思ったら、まあ起きた手紙があったんですね、はい、なんかお疲れ様、うん、じゃあ温めて食べてねみたいな感じで、うわーと思って私が最初に見ちゃいましたと思いながら、うわー、悪い女ですよ、うわーと思って、はい、あ
どうしようかなと思ったんで、うん、でもなんかさすがにその時は申し訳なくなって、うん、はい、なんか帰ったんですよ私。はい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 、ちょっとさすがにちょっとさすがになんかその分見ちゃって、うん、気持ちがけなげだなと思って、私もちょっと彼氏のこと思い出しちゃって、はいはいはい、よくないかもなと思って、うん、そう、あの帰ったんですね、はい、でもなんか後々、うん、あのその方に聞いたら、うん、なんかあれ実はなんかその私の存在も知ってたらしくて、ほう、はい、で今日なんかその行くって分かってわざわざ時間ないのにご飯だけ作ってマウントで撮って、はい、わざわざ分かってくれたって言われて、もうゾッとしてセフレ切りました。なるほどね、めっちゃ怖くて、でしかもそれ後々聞いたら大学の卒業生で、うん、あの彼女がね、うん、そうで、たまに大学に顔出してたそうなんですよ。はぁ、だからちゃんと私のことも存在分かっ てたらしいです。めっちゃ怖かった、まあ、なんか後々修羅場というかゾッとした話でしたね。どうするの、後々聞いたらあの時押し入れにいましたって言ったらめっちゃ怖いじゃない、でもその後久々にこの前渋谷で実はその女の人に会ったんですよ。え、嘘、あ、LINE 交換しました。感情ぐちゃぐちゃ、感情ぐちゃぐちゃの意味が分かる。竹内さんが一番怖い。一番怖いです、感情が。はい、まあ修羅場やね、それは。はい。はい、はい、ということでございます。あとはまだありますよ。こちらです。なんだ。DV 彼氏と喧嘩して。これはまあ、はい、ネオさんかな、じゃあ。はい、じゃあこれ誰。はい。はい。ガーさん。ショック受けてる。DV 彼氏に捕まる女性やったんですね。いやでも、はい、全然そんなタイプではないんですけど、はい、あ、そう、その当時あのこの業界に入る前に社会人をしてたんですよ、はい、でその当時に出会った年上の彼氏なんですけど、うんうんうん、なんか付き合って2ヶ月目ぐらいから、うん、こう私が浮気をしてないのに浮気を疑いまくってて、ね、束縛激しくて、そうなんですよ、とにかく束縛が激しくて、はい、でもその時の私はまだピュアだったんで、はい、なんか助けてあげたいみたいな、うん、どうやったら信じてもらえるんだろうっていう、はい、こう身の潔白をしたかったんですよ、はいはい、でそれを結構こう尽くしてるうちに多分どんどん逆にそれが逆効果だったので、うん、DV に結構発展しちゃったんですよ、はいはいはい、DV ってそのどこまでのことを言うのかというか、そのいやでも多分結構ヘビーだと思います、割かし私の DV は。それは使うかどうか分かんないですけど、どれぐらいが最大の攻撃なんですか。最終は包丁を突きつけられました、これはやばいわ。これほんまの修羅場じゃないですか。そうなんですよ、だからでも人生最大のって書いてあったから、いやこれ以上に修羅場なことないよなと思って。でも包丁を突きつけられるっていうのはその何かあって最終的にってことですか。なんか、うん、そのなんだろうな、もう多分精神状態も多分正常じゃないんですよ、もうそこの状態までいっちゃってるんで、で俺はこんなに好きなのになんでお前は浮気するんだみたいな。浮気をしてるの？してないんですよ、そうで全部その携帯とかも見せてるし、はい、同じ会社だったし家も知ってるし、なんならもうほぼ一緒に住んでるぐらいなんですよ、はいはい、どこを疑う要素があるのみたいな感じだったんですけど、もうそこまで行っちゃってたので、でなんか最終的に包丁が出てきた。怖っ。そうちょっとそこで学んだこともあって、うん、そうこうやっぱりこうあんまり愛情表現をしなかったりとか、あのそれすごい私自他共に認める B 線だったんですよ。 B 線、はい、みんなが認めるぐらい B 線だったんですよ。 B 線ってことは、あ、いわゆるビジュアルが。そうです、そうです、そうです。ああそうなんですね。そういう方ってやっぱ自信が自分にないから不安になっちゃうんですよ、とにかく多分。そうです、そうで私も多分あまり愛情表現ができてなんかこう恥ずかしくてできないんですよ。なるほど、好きなんですけど。なるほど、多分それがあったからこう加速しちゃったなっていうのもあったからちょっと反省だなって思って。確かに僕もその包丁突きつけたくなるかもしれません、お財布で栄川さんに束縛して、あ、全部当たってる、やばやば、このまま行ったらやば、何ですかそれ。さあ、どうですか、あ、ネオさんは修羅場的なこととかっていうのはあんまり。ないです、ないです。なんでそんな経験したことあるんだろうと、これ以外にはないからほぼないと思ってる私は。まあ、だからその特別な1回、そう、それだけですね。まだないってことは、まだないってこと、それは分かんないだってこんだけ可愛かったら本当にさ、うん、あ、でもなんか1回だけその大学時代の時にちょっと遊んでた人、うんうん、遊んでた、なんか道端で出会った20歳年上の、うん、20歳年上、そう、18の時だったら38、やばいね、18とか38
38、あ、ちょうど今芸能人ね、なんかどこかで聞いたような、ね、まあちょっとね、あれ全然大丈夫ですよ、超えたいことですよ、10万やから、はい、10万やから大丈夫です。なんか道で迷っててその男性が、はいはいはい、で、なんかまあ、案内してあげて、で、ちょっとなんかご飯お礼にとかって言って、本当に迷ってたのそれ、わかんない、でもまあその時私もピュアピュアだったから、うん、普通になんかあのご飯とか行って、はい、カーセックスとかして、ちょっと待って、ご飯からカーセックスを見せる、もうちょっとさカーセックスとか、ご飯食べてカーセックスしてるんですよ、なんかおかしい、やばいよリズムが、うん、なんかある時プッて全く連絡取れなくなったんですよ、うん、よく考えたら、あ、既婚者だったかもっていうのは、なるほど、それは絶対そうですよ、うん、カーセックスでしょ、そう、確かにね、そりゃそうよ、だってそれしかないんやもん、なんかね、ホテル行きゃ、ホテルとかも行ったん、ホテルも行きました、最初ホテルからだんだんカーセックスが、カーセックスが、トイレはない、トイレはない、トイレはないですね、多目的トイレないですね、大丈夫ですね、大丈夫でした、大丈夫でした、一応聞いておきました。いや、その江川さんが、江川さん以外の感想もあったり、まあもちろんもちろん、じゃあまず江川さんから、B 戦ということで、はい、ちょっと狙われてるかも、ほんまちょっと自信が、ちょっと自分に自信がついてる、ちょっとまた DM 送らせてあとでその DM 見せてくださいやめてください、やめて、暴露してあげてくださいすぐ暴露するんですから、告発されちゃう、いや、ね、本当にいい話聞けましたし、はい、次回からはなんとゲストも、はい、来るので、ちょっとそれもお楽しみにというところでございます、はい、楽しみに、最後はみんなで、あ、これすいません、みんなで一応お決まりがあるんです、すいません、はい、そうですね、これいうことでギャラが1万アップルということでございます、最後はみんなでいきますよ、はい、せーの、バイバーイ。どうも、パワータイプの陰キャ、森本サイダーです。お願いします。キトープリンの栗谷です。お願いします。キトープリンなんですか、プリンなんですか、キトープリンです。お前ダメだぞ、お前。